皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ本日も始まりましたトッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は放送法の改正案が閣議決定されました。では参ります。放送法の改正案が閣議決定されました。論点は2つですね。1つが NHK の受信料の値下げ、もう1つが外資規制の見直しでございます。外資規制の見直しに関してはグッジョブだと思いますが、 NHK の受信料の値下げというのはあまり意味がないんじゃないかなという気がしております。今回はこの話題というのを安全保障のチャンネルなので、安全保障に関連した考察というのをしていきたいと思います。で、安全保障を抜いた考察でいくと、もう答えは簡単で、NHK に関してはもうスクランブル2000回というところで答えが出てしまうと思うんですね。お金を払いたい人が払ってみるという形にすればいいんじゃないかなと思いますね。年間契約でもいいし、ペーパービューのようなですね、番組ごとの個別の支払いでもいいし、そういう形でも NHK は多分十分やっていけるんじゃないかなと個人的には思っております。なんでかというと、いい番組が多いんですよね、NHK というのは。しかし一部で、韓国とか中国のファンタジー歴史を風潮するような番組をやっております。これはどういうことだと。NHK というのは公共放送じゃないのかということで憤りを覚えている人がいっぱいいるんじゃないかなと思いますね。私もそうなんですけれども、公共放送というのは非常にまあ中途半端な立ち位置なんですよね。国営放送でもなければ民間の放送でもないと。公共放送って何ぞやということなんですけれども、 NHK は一応自分たちでですね、公共の福祉に資するような放送局だって言い張っておりますけれども、どこの国の公共の福祉なんだっていう話になってしまいますんでね。ということで、まあ憤っている部分があるということでございます。さらにこの受信料というのが義務ということになってしまうと、この国で一番まあ強い権限、主権を持っているのは国民一人一人の我々ということになるんですけれども、その人たちに払えってまるでみかじめ料を取るようなですね、強制するような権限があるとは何事だと、しかも番組内容納得いっとらんということになりますと、まあまあどうしても問題になってしまうということなんですが、今回の改正案ではその問題にメスを入れるということには全然なっていないということです。で、ここから安全保障の話に行きたいんですけれども、そもそも論として、この NHK の受信料の値下げを誰が言い出したのかっていう話なんですよ。NHK の受信料の値下げというのを提案したのは NHK です。NHK が自分たちの会社の計画書の中に盛り込んで総務省に提案したのが最初です。というものなんですね。で、なんでこういうことが起こるかというと、NHK の中に繰越余剰金という内部保留しているお金があります。繰越余剰金、何にも使ってないお金ですね。これが2020年度でいって1500億円ぐらいあるんですよ。1500億円、ものすごい金額があるわけですね。何にも使ってないお金で、この内部保留しているお金は何のためにあるかというと、何かあった時に NHK がちゃんと放送できるように内部に溜め込んでおきましょうねという健全性を保つためのお金という名目であります。ところがですね、NHK にはもう一つの余剰金が眠っておりまして、それは何かというと、新社屋を作るって言ってるじゃないですか。そのために10年ぐらい前からコツコツと積立金をしておりまして、その積立金が1700億円ぐらいあります。足すと3200億円近いお金というのを内部保留しているような、そういう状況になるわけですね。その上で、せっせせっとですね、個別にですね、ガン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 玄関叩いて、NHK に加盟して金払えってやってるわけなので、ちょっとなんか、権限持ちすぎじゃないとおかしいんじゃないというような、そういう旨があるということでございます。で、これによってですね、内部保留のお金ありすぎるから、これを還元することで値下げしましょうというのが今回の改正案に入っているわけなんですけれども、一応総務省の試算だと、この内部保留の繰越金というのを600億ぐらい持っとけば、何かあった時でも健全に NHK は運営できるでしょっていうような試算が出されております。ということになると900億ぐらい多いわけですよね。で、それを値下げに回していきなさいよということですね。という話でございますけれども、これですね、900億も削られたら、NHK もさすがに背筋が伸びるんじゃないのと思う方いるかもしれませんし、あと幾ばくかでもお金が下がるんであればそれはそれでいいことじゃんと思うかもしれませんけれども、一番喜ぶのはどこなんだというところなんですね。で、一番痛みを感じるのはどこなんだという話なんですが、まず一番喜ぶのは国民ではないですね。で、一番痛みを感じるのは NHK ではないということなんですよ。現在ですね、 NHK にもたくさんの番組があります。全部ではないですけれども、結構な数を制作会社が作っている状況です。国営放送ではないので、民間に委託できるわけですよ。ということで、
テレビ番組の制作会社さんが作ってるんですね。民間放送に関してはほぼ 100% だと思います。ほぼ全部の番組を制作会社さんが作っているような状況なんですよ。つまり制作会社さんへの支払いを渋れば値下げしろよっていうことを言ってですね、支払いを渋れば NHK の痛みはかなり軽減できるはずです。ということになると一番痛みを伴うのは制作会社さんということになりますね。もちろんですね、NHK の関連会社の制作会社とかフジテレビの関連会社の制作会社という結構大きいところもありますけれども、それでも資本金1億とか5000万とかそんなに大きくないですね。会社の規模でいくと1000万円クラスがずらーっと並んでるのが日本の制作会社の、まあ、全体像になります。ということになると、お金をいっぱい予算上げるからこういう番組作ってよっていうような打診があった時に非常に断りづらい状況が出てしまうわけですよ。会社の経営があるので。となるとお金に物を言わせてプロパガンダしたいようなところのお金が幅を利かせてくるということになりますね。これが懸念されるまず一点ということになります。ということで一番喜ぶのは誰かというとプロパガンダをしたいお金を持っている奴らということになりますので、当然チャイナマネーなんじゃないのかなということになりますね。ということで NHK のこと値下げというのは実は安全保障的に見るとあんまり意味がないんじゃないかなというふうに思います。かたや意味があろうかなと思うのは外資規制の見直しということになりますけれども、外資はおおむね 20% までということになりました。20% を超える場合は総務省にちゃんと報告をしなければいけないということですね。ちょっと前に、富士かな、フジテレビかな、どっかが問題になりましたよね。2014年から16年ぐらいに、その資本割合が超えてたと。で、それを申告していなかったということで、問題になりました。で、これからはこれが法改正されると、フジテレビであろうがどこであろうが罰則がちゃんと適用されるということになります。義務ということになります。その前は義務じゃなかったので見逃されてしまったということになるんですけれども、義務なので、まあ厳しくなりますよ。で、20% という割合はですね、それでも高いんじゃないかなって気は個人的にはするんですけど、国際的に見るとかなり厳しい水準です。ロシアと同じです。20% というのは。ということで、まあ、厳しい水準になるということなんですけれども、ここでちょっと民間の放送局ですね、テレビ局の話にしていきたいと思いますけれども、日本っていうのはテレビ局すごい少ないじゃないですか。先進国の中でこんなにテレビ局の少ない国ってなかなかないんじゃないかなというふうに思います。なんでこんなにテレビ局が少ないかというと、株主が新聞社なんですね。新聞社が牛耳っているから少ないんですよ。で、日本の新聞社が少ないのは法律で守られているから少ないんですけれども、新聞司法という法律があります。新聞司法という法律があって、この法律ががっちりと新聞社さんを守っている。どういう法律かというと、新聞社の株式の譲渡を制限する法律なんですね。ということは、逆から言うと、買収できないんです。日本の新聞社って。買収できない環境で、新聞社さんのオーナーがずっと変わらずに一族でやっていて。で、その人たちがもう運営全部任せるよっていうことで、社長なんかに、雇われ社長なんかにですね、丸投げしてやってるような状況で、まあ、緊張感とか競争力が働いていないということになりますね。ということで、あまり国民の方を見ずにですね、いかがわしい放送という、まあ、いかがわしいというかですね、日本の国民のことを全然思ってないようなプロパガンダ放送をいっぱいしていて、それがバッシングにあって、新聞も売り上げが下がっていて、テレビもどんどん視聴率が下がっていって、当然 YouTube とか他の媒体ができてきているので、下がるのはもう当たり前の話なんですけどもね。でも支持はされていないような状況が続いているということでございます。でですね、この状況で行った時に、まあテレビ局なんかにも怒りを持っている人がたくさんいると思うんですよ。そうなってくると、電波オークションやれやっていう話になってくるんですね。電波オークションをやると他の会社も放送に参入できるようになるから競争が働くでしょと、今までみたいに大きい顔をしてられないからということで、これは確かに痛快なことではあるんですけれども、そうするとどういうことが起きるかというと、日本の安全保障的にチェックをしなければいけないところが増えていってしまうということなんですね。ということで、まず順番としてやるべきは電波オークションをする前にプロパガンダを仕掛けてくるような勢力っていうのをちゃんと割り出していく、制限をしていくっていうことですね。外資規制の制限っていうのはそういう意味で非常に意味があるということです。さらに言うと罰則というのもちょっと具体的なことが今わからないんですけれども、もっとちゃんとしていかないといけないと思いますね。もう一発でもう免許取り消しでもいいかもしれませんし、あとお金を入れた会社というのを公表して、そこからのお金はもう日本に入れないとかですね、厳しい罰則というのを課していってもいいんじゃないかなというふうに思います。
はい。ということで、まあ、外資が入りやすい状況がある。では、その外資というのが一体どこから入ってくるかということなんですけれども、直接で行くと 20% までしか外資は入れない。これはもう狭い門になってくるぞということになる。となると、制作会社なんかを買収すればいいじゃないという話になってくるんですけれども、実はこの買収劇に関しては多分してこないと思います、中国は。なんでかっていうと、アメリカであったんですよね。2015年、16年ぐらいに、こんな感じのニュースですけれども、はい、これですね、中国のワンダグループという不動産会社になりますね。不動産会社がアメリカの大手の制作会社を買収したっていうのが2016年のこれニュースで出てきました。ところが、ワンダグループはもうこれ売却してると思いますね。凋落していきました、この後に。どこがワンダグループを締め付けたのかと言いますと、アメリカではないんですよ。中国共産党当局が締め上げました。お金が外国に出ていっちゃうからやめてっていうことで、ワンダグループの本業というのは不動産なので、ワンダグループに対する貸し付けっていうのをこう絞ったんですね。当然不動産なので、運転資金がたくさんいるけれども、銀行からの融資減ってきたらそれ回らなくなってしまうということで、ワンダグループはどん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 負債返せなくなっていきます。ということで、1位まで行ったのかな ?1 位か2位まで行ってます。このワンダグループは。で、ワンダグループの創業者の方、もうワンダグループの一番創業者の方というのは、中国のお金持ちランキング1位まで行きました。2年か3年の間だけですね。そこから凋落していきましたね。現在ワンダグループというのは、もはや50位以内にも入ってない企業になりました。で、いろんな、不動産のプロジェクト等々も含めてですね。あと、ディズニーを潰すって言ってた会社なので、いろんなものを買収したんですけど、それも全部売りに出しました。で、凋落していったということになります。なぜ中国共産党当局がワンダグループを締め上げたのかと言いますと、他に方法があるからということなんですよ。もし、これが中国、共産党の政策として、アメリカの制作会社を買収しに行ってるんであれば、中国共産党は止めないじゃないですか。じゃあ別の方法は何なのかっていう話なんですけれども、実はプロパガンダの、テレビ番組を作るといった時にキーマンになる人は2人になります。テレビ局が直接作ってない枠売ってるだけ、作ってるのは制作会社ということになると、その制作会社で番組の内容を企画する一番偉い人、この人をまず落とすということ。で、お金出すのはどこかというと、スポンサーなので企業になりますよね。企業の広報とかの一番トップを落とすこと。この二人さえ落ちていれば、プロパガンダ番組が作れます。あとはテレビ局が枠売ってるだけなので、その枠を買えばいいということになりますね。こういう、なかなか表に出にくい方法を、そもそも中国共産党はずっとやっていたはずです。ということで、そんな派手なことしなくても大丈夫、やり方あるからさということでですね、それよりもお金が外国に出ていっちゃうことの方が重大だからもうやめてよということで、ワンダに対して圧力をかけたんじゃないかなというふうに思いますね。で、最後にもう一個だけ方法があります。それはどういうことかというと、現地に法人作っちゃえばいいということになりますね。ちなみに、日本の制作会社もたくさんありますけれども、まあ大半が資本金1000万クラスの会社です。小さい会社が多いんですね。すでにそういうところに中国の制作会社っていうのがあります。その日本法人というのが設立されております。ちょっと法人名を出すと真面目にやってる会社さんだと社長さんは日本人だったりするので、営業妨害みたいになっちゃうといけないんで、会社名とかは全部伏せますけれども、主要取引先だけですね、ちょっとご覧になっていただきたいと思います。こんな感じですね。これ本社が中国にある中国系の制作会社になりますね。NHK、NHK エンタープライズ、NHK エデュケーショナルなんて教育番組ですよね。NHK グローバルメディアサービスとかですね。東京放送、テレビ東京、ワウワウなど。こういうところがもうすでに主要取引先として名前が出ているということです。ただし、企業の場合自分を大きく見せるために、ちょっとした はしたの仕事をやっただけでも主要取引先に、先方に確認して出していいですかって確認して出す場合も結構あるので、どこまで深くこの会社が仕事をしているかっていうのはちょっとわかりませんけれども、しかし教育番組にまで中国の資本のある会社がもう入ってきている状況があるということですね。なので、まずは規制も含めてですね、防御の方をちゃんと作ってからスクランブルであったりとかですね、電波オークションといったものをやっていって、既存のメディアに鉄槌を下していくという順番にしていかないと、一番喜ぶのはプロパガンダをしたい中国共産党になってしまうんじゃないかなというお話でございます。はい、ということでですね、ちょっと NHK にはですね、ちょっと、
NHK 側からの提案をそのまま総務省が受けただけという状況なので納得いかないところもあると思いますけれども、外資規制に関しては見直しが入りました。少しずつですねこういう動きを強めていってほしいなというふうに思います。はい、では本日はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。